日本ゼネラルモータースはアメリカの自動車会社ゼネラルモーターズのアジアでの生産拠点としてかつて日本の大阪に存在した戦前の会社である。1927年設立、1941年撤退。日本での GM 社販売は大正時代から柳瀬自動車株式会社により行われていた。しかし、1925年2月に米国のフォードが アジア地区の生産、販売拠点として、横浜に工場を設置したことから、これに対抗し、米国ゼネラルモーターズも日本に自動車生産、販売拠点を設けた。1927年1月17日、日本ゼネラルモーターズを設立。資本金は800万円。組み立てに必要な機械はすべて本国から持ち込まれ、アメリカ人の監修のもと、 日本人労働者が従事した。1925年当時の日本の工業水準では、質の高い部品作りは望めないことから、当初は報道同様、本国からすべての部品を輸入するコンプリートノックダウン生産の形をとった。シボレーブランドの貨物自動車、乗用車の生産がメインで、生産台数は年間約1万台だった。 1929年まシボレー大阪工場日本現地生産者1921年、柳瀬時代のシボレー広告、柳瀬時代から GM 社はブランド名で宣伝されていたため、フォードとの比較は、シボレー社対フォード社としてなされていた。シボレー社は頑丈で、悪路に強かったことから、まだ自動車用の道路が十分に整備されていなかった。 日本国内で重宝されたばかりでなく、すでに軍用自動車補助法があったにもかかわらず、日本の軍隊にも多数が納入された。当時は、国産車はまだ少数派であり、路上の車のほとんどは、GM 化、フォードだった。この2車は、車の作りが良いだけではなく、各道府県に1カ所はディーラーを配置するなど、販売とサービス面でも強みを持っていた。販売促進については、 1933年、京都の大沢商会の大沢義雄に発注し、牧野プロダクション出身の映画監督、金森万象、撮影技師、医師の製造に、シボレーの宣伝映画、見よ。この先駆者を、を制作させた。戦後の国内自動車メーカー各社のディーラー網の、充実は、GM、フォードのディーラー網から発展したものである。営業区域制。 専売転生などのメーカーが販売会社をコントロールする仕組みは米国から輸入されたものだが本家、米国ではリベートをテこにした自動車メーカーの販売会社支配は1936年にロビンソン・パットマン法が制定され不可能となっている。また日本では他メーカーの車や部品を扱ってはならないと取引契約書に千倍条項があるが 米国では反トラスト法違反となる。米国では競合他社の車も並べて販売でき、米国で日本の自動車メーカーが躍進できた背景にはこのことがある。また、販売の神様と言われたトヨタ自販所大社長の神谷翔太郎は従前日本ゼネラルモータースで販売広告部長を担当しており、1935年にトヨタに移籍している。 販売のトヨタの地もまた日本ゼネラルモータースで培われたものである。1936年の自動車製造事業法施行により国産メーカーのみに大量生産が許され発展の余地がなくなり、1941年太平洋戦争開戦の年の日本軍の南部仏印進駐を受けてアメリカ政府による日本への各種経済制裁が 施行されたことを受けて、日本での創業は中止された。第二次世界大戦後、柳瀬が日本市場の販売代理店を長期間務めていたが、1995年、GM の各種ブランドの車の輸入販売、サポートアフターサービスを行う会社日本、ゼネラルモーターズが設立された。GM 側が大阪を選んだ理由には、中国市場を考慮に入れていたからと言われる。 大阪での組み立て者の内半数は中国に輸出していた。関係公用師団は、立命館大学、P28、2009年11月8日閲覧。車社会、朝日新聞経済部、1980年10月30日間、ISBN40 億2254万8000に、ありがとうございます。